さん、皆さんこんにちは。11月6日秩父おもてなし TV、 小泉智美です。さあ、2日前にはですね、秩父地域初霜が降りました。もうね、だんだんと冬の足音が聞こえてきましたけれども、秩父夜祭りまであと1ヶ月を切ったんですね。はい、秩父ではお祭りに向けて少しずつ準備が進んでいます。さあ、そんな秩父ですけれども、今日はニュース盛りだくさんでお送りしたいと思います。それではニュースの項目ご覧ください。さあ、今週のラインナップです。ウィークリーニュース秩父では、ゆいまーる花の木、秩父市花の木交流センターのオープン式典、そして秩鉄サンクスフェスタ2019が開かれました。そして長瀞ではふれあいフェスタの様子、市役所インフォメーションでは市民会館からのお知らせです。今日は PR 秩父が2つあります。はい、うまい料理、はい、うまい魚料理&デザートコンテストの募集、そして車両基地酒場 in 横瀬の PR、 今日は以上の項目でお送りします。さあ、まず最初、ウィークリーニュース秩父ですけれども、ゆいまーる花の木、秩父市花の木交流センターがオープンしました。秩父市では秩父市生涯活躍のまちづくり秩父版 CCRC モデル事業の一環として、公民連携によりサービス付き高齢者向け住宅などを整備する花の木プロジェクトを進めています。この度、秩父市上町にアクティブシニアが暮らしやすい移住者向けサービス付き住宅、ゆいまーる花の木と隣接する花の木交流センターがオープンしました。秩父市と東京都豊島区では姉妹都市締結を結んでいますが、どちらも消滅可能都市とされたことがきっかけで、何かできないかと話し合いを進め、都市部からの元気なシニアを秩父で受け入れる取り組みがスタートしました。式典では豊島区の高野区長がオープンの喜びとともに、豊島区で活躍されていた方がもう入居が決まったという話もしていました。近くにある桜幼稚園の園児がポテクマくんと一緒に歌を披露した後、テープカットが行われました。こちらのゆいまーる花の木は、入居条件は60歳以上で、1人入居用と2人入居用があり、部屋にはキッチン、バス、トイレがついています。そして常駐スタッフが安否確認などをしてくれるなどのサービス付き住宅となります。興味のある方は動画説明欄の URL からご確認ください。さあ、続きましては、秩父鉄道が120周年を迎えたことを記念しまして、秩鉄サンクスフェスタ2019が開かれました。私も司会として参加させていただきました。さあ、秩父鉄道は11月8日で創立120周年を迎えます。3連休の11月2日に終点駅である三峰口駅で秩鉄サンクスフェスタ2019が盛大に開かれました。こちらのイベントを記念して、新ラッピング電車彩色顕微も披露され、沿線の花で飾られた美しい車両は休憩場所としても開放され、華やかな電車内で来場者は思い思いに過ごしていました。他にも秩鉄マルシェとして野菜やお酒の販売、そして沿線のおいしいグルメが食べられる出店もありました。また鉄道イベントらしく、踏切での停止ボタンを押す体験や、上信電鉄や銚子電鉄などの各社鉄道グッズの販売もありました。お願いいたします。おはようございます。そしてステージでは、私小泉が司会を務めさせていただき、鉄旅タレント木村優子さんのトークショーや、あきら 100% さん、タンバリン芸人のゴンゾーさんなどが登場し、会場を沸かせていました。
SL パレオエクスプレスは特別ヘッドマークと青色ナンバーで登場し、転換台で向きを変える場面では多くの人がその場面をカメラに収めていました。ポテクマくんをはじめとするゆるキャラも登場し、秩父鉄道120周年を祝っていました。さあ、そしてこの秩鉄サンクスフェスタと同じ日、長瀞ふれあいフェスタが行われました。岩畳の上にですね、ランタンが飛んでいましたよ。こちら17回目の開催となる今回は、カレー&スパイスフェアと銘打ち、東京のカレー店などが自慢の一品を持って出品したほか、秩父屋台囃子をはじめとしたステージイベントや警察や消防車両の展示も行われ、会場は親子連れなどでにぎわいました。すっごい嬉しいです。ありがとうございます。いただきます。おめでとうございます。また今回は新たな試みとして、 LED ライトを使用したランタンを空に向かって浮かべるスカイランタン体験が、参加者およそ90名の限定で行われ、色とりどりのランタンが秋の長瀞の夜空を彩りました。続きましては市役所インフォメーションです。さあ、今日は市民会館からのお知らせについて中野さんと柴田さんに教えてもらいます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずは中野さん、はいはい、どんなお知らせがあるんでしょうか。はい、市民会館でも、もう人気の企画になっているんですけれども、秩父市出身の落語家林家たい平師匠に、選んでいただいた若手の落語家さんを、いつもお招きしてやっている欅寄せなんですけれども、今度11月18日で、第7回目になりまして、今度は、東京を中心に演じるあの江戸落語というのを演じる柳家カエルさんと、あと関西の方では、上方落語というちょっとまたテイストが違った落語を演じているそうなんですけど、そちらの桂悠悠さんお二人来ていただいて爆笑東西二人会を行います。はい、林家たい平さんが選ばれている方なので、これからブレイクしそうですよね。はい、そうですね、もう毎回いろんな、なんて言うんでしょうね、本当個性的な方々が来られて、はい、毎回すごい好評いただいてます。はい、
さあそしてこれ、他にも、はい、いらっしゃるんですね。はい、ですね、もうシリーズ化しているのでだいたい1、2ヶ月に1回ぐらい行ってるんですけれども、2020年の1月8日と、第9回が、3月18日に、はい、行います。で、こちら3回投資で、うん、はい、投資券とかも販売してますので、それはいいですね。はい、はい、いや、ぜひぜひ皆さんにね、秩父で寄席が楽しめるっていうのはなかなかないチャンスなので、はい、はい、皆さんにお出かけいただきたいと思うんですが、はい、チケットなどはどのように手に入れたらいいでしょうか。あ、はい、市民会館の窓口の方で、はい、もう現在発売中です。はい、で、はい、1回、1000円なんですけれども、ちょっとさっきもご紹介した通り3回投資券ですと3枚で2500円で1000円でも安いと思うんですけど。はい、そうですね、はい、もう皆様に楽しんでいただきたいので、はい、お休み設定でやってます。すごいですね、はい、ぜひぜひこれはぜひ皆さんにお出かけいただいて、はい、やっぱり笑うっていうこともね、健康にもいいですもんね。はい、はい、楽しんでいただければと思います。はい、欅寄せありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして柴田さんのお知らせは、はい、はい、ちびっこの皆さんに、そうです、はい、はい、大丈夫かな、はい、はい、11月18日の寄席を見た後はですね、今度お祭りの後なんですが、12月7日に絵本の時間だよという絵本の読み聞かせ公演を行います。こちらはNHK の見つけたのお風呂スキー役でおなじみの小林健作さんによる絵本の読み聞かせになっています。小さなお子様から大人の方まで皆さんで楽しめるような内容となっておりますので、ぜひぜひ皆様お買い求めください。はい、うちの子供も今1歳なんですけど、はい、はい、もうね、見つけたいつも見てます。そうなんですね、はい、ね、お風呂敷のあのお兄さんが支部に来るっていうのもまたちょっと嬉しいですね。あの、はい、あのお風呂敷が来るので。はい、ね、お風呂敷って言えばね、大体ちびっこはわかるかなと思うんですが、はい、で、絵本を読んでくれるんですか。そうなんです、小林健作さんが選んだ本当にいろいろなバリエーションのある絵本を読んでくれます。はい、ホールで、大ホールのスクリーンに映しながらの読み聞かせなので、だいぶなんでしょう、いつもと違った、楽しめるような内容となってます。はい、小さなお子さん連れでも大丈夫ですか。大丈夫です、もう0歳のお子さんからお入りいただけますので大丈夫です。はい、はい、それでは気になるチケット、はいはい、どちらで入手すればよろしいでしょうか。はい、チケットはですね、市民会館のホール事務室と、あと各総合支所、それから特に、ね、お住まいの方はチケットピアでも発売しておりますので、ぜひ皆様お買い求めください。はい、いやなかなかね、もう寄席もお風呂スキーが来るのもなかなかね、ないチャンスなので、ぜひぜひね、皆さんにはご参加いただきたいなと思いますが、夜祭りの後にも、はい、はい、こういう楽しいイベントがあるということですよね。はい、はい、他にも市民会館さんではいろいろな催し物があると思いますので、はい、はい、詳しくはホームページをご確認ください。お願いします。はい、ということで島田さん、中野さんに伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ次は PR 秩父のコーナー。さあ今日はですね、美しいお二方にお越しいただきました。はい、ということで須崎さん、お知らせがあるということなんですが、はい、教えてください。はい、ありがとうございます。今秩父地域インバウンド協議会というのが、1市4町で、の旅館業16軒ほどで作っている協議会があるんですけれども、そちらで、秩父は、いろんなお酒ができる酒どころ、うん、乾杯共和国建国、ね、いたしましたので、そちらに合わせて、こちらの秩父の地酒にぴったりのうまい魚、料理コンテスト、デザートコンテストを行っております。はい、いろいろなお酒に合うお料理だったり、はい、そういったものを募集されているということなんですが、ちょっと内容詳しく教えてください。そうですね、秩父は、ビールですとか、ウイスキー、焼酎、お酒、日本酒ですね、ドブロク、
あとは、ありますが、そちらに このお酒に合った、ぴったりの、うん、デザート、ですとか、つまみなどを開発して、はい、まあ、お客様にあの秩父地域の、食べ物として楽しんでいただくよう、こういったコンテスト形式にしております。はい、で実は須崎さんはね、以前にも出ていただきましたが、はい、旅館を、はい、経営されていまして、はいはい、旅館の皆さんたちが集まって、ね、はい、これから秩父を盛り上げていこうという、はい、そういうイベントということなんですけれども、実はもう募集が始まっているんですよね。そうですね、はい、11月の今月の18日日曜日までですね。はい、はい、います。はい、ということで、はい、宮前さん今日はすごい素敵な名線も、はい、着られていますけれども、はい、じゃあちょっとマイクを、はい、宮前さんからも PR をぜひお願いしたいと思います。はい、そうですね、これから寒くなってお鍋の季節になってくると思うんですけれども、ビールに合うお鍋だったりとか、それから日本酒、ウイスキー、どぶろくに合うお鍋だったり、内容を変えていただいて、皆さんに考えていただければなというふうに思います。メニューだけではなくて、メールで送っていただいても構いませんので、撮ったお写真をメールで添付していただいて、ぜひ須崎旅館さんまで応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあそして須崎さん、実は応募するだけでお得な特典があるということで、はい、20件まで1万円が、はい、贈呈されます。はい、ということでこれ実はファイトマネー1万円って書いてあるんですよね。はい、これかなり魅力的だと思うんですが、それにプラスして二次審査へ、はい、今度進めば、はい、進むと12件はまたさらに1万円がすごい太っ腹な企画ですね。はい、まあ、でも秩父地域、先ほどもご案内ありましたけれども、はい、もう6種類のお酒、ね、はい、が楽しめる、はい、なんて珍しい地域なんでしょうって感じなので、はい、ぜひ秩父のですね、また美味しいお料理、そしてデザート、はい、お酒にぴったりなもの、皆さんにですね作っていただいて応募していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、詳細最後、応募先教えてください。はい、応募先ですね、郵送または、メールで、可能です。ファックスでも可能です。でこちら、郵送は、埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1815番地、はい、須崎旅館内が事務局になっております。また、メールアドレファックスは、0494-750013 で応募ください。はい、とメールアドレスは、須崎旅館@icloud.comで、送信いただければと思います。はい、いや、このおもてなし TV は秩父大好きな人が結構全国から見てくださっているので、そんないろんな方々の、はい、応募も待ってますよね。はい、こんな料理が食べたいということで、うん、まあ、そうですね、応募していただければと思います。はい、ということでぜひぜひですね、秩父の美味しいお酒にぴったりな、はい、おつまみ、お料理、そしてデザートご応募ください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いても PR 秩父のコーナーパート2です。さあ先ほどもお酒の話出てきましたけれども、今度はのんべえにぴったりのイベントが行われます。はい、秩父車両基地酒場 in 横瀬が行われるということで、金子さん、はい、どんなイベントか教えてください。はい、実はこちらのイベント、昨年も開催いたしまして大好評だった車両基地酒場なんですけれども、今年も秋空の空の下、心地よい風に吹かれながら、非日常空間の車両基地という場所で秩父地域のお酒とグルメを楽しむイベントとなっております。秩父地域、ウイスキー、イチローズモルト、世界的にも有名なんですけれども、それ以外にもビールだったり日本酒だったり、ウイスキー、ワインだったりもういっぱいあるんですよね。いっぱいあるんですけれども、はい、昨年登場してなかった、はい、長トロクラの日本酒、はい、あと秩父小次郎さんの日本酒、うん、もしまたですね、埼玉県初のどぶろく特区の認定を受けました花咲山醸造所のどぶろくも登場するんです。は
嬉しいですね。はい、その他にもですね、はい、お酒のお供に欠かせない食べ物なんですけれども、秩父グルメが昨年以上に満載です。秩父グルメの代表格であるホルモンはもちろんなんですけれども、地元民に愛された名店鳥心の唐揚げ、これを、ね、ここでしか味わえないものもあります。さまざまなグルメをぜひ楽しんでいただいて、こちらにも注目していただきたいと思います。はい、はい、それでですね、今年の開催についてはですね、今週末11月9日土曜日の1日のみの開催となっています。入場は無料なんですけれども、飲食はチケット制になっておりまして、1枚300円分が10枚綴りになっておりまして3000円となっております。ですが今前売りということで2700円で前売り券を販売しております。前売りチケットは、インターネットで購入もしくは窓口での販売も行っておりますので、詳しくはウェブで車両基地酒場と検索してみてください。多くの方のお越しをお待ちしております。はい、ということで URL は動画説明欄にも貼り付けておきますので、ぜひご覧いただきたいと思いますが、前売り券すごくお得ですよね。そうなんです。実はですね、この前売り券の半券をお提示いただくと、横瀬町のこちら限定な横瀬町でも協賛店の方で割引の方も今月末まで受けれますので、ぜひお得なこの10枚綴りの前売り券を お買い求めいただいて、はい、ご参加いただければと思います。はい、すごい半券でまたお得になっちゃうんですね。そうなんです。半券停止で、はい、町内の限定の施設になってしまうんですが、はい、アフターも楽しめます。はい、ぜひぜひね、今年もお天気期待できそうなもので、そうですね、電車フェスタ、車両基地祭りの方も開催しますので、電車好きの方も持ってこいのイベントとなっておりますので、ぜひぜひお越しください。はい、まあ、お越しの際はやっぱり電車ですよね。そうなんです。こちら駐車場ご用意しておりませんので、西武秩父線横瀬駅を下車していただいて、車両基地まで徒歩5分となっております。ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、ということで11月9日秩父車両基地酒場 in 横瀬行われます。ぜひお出かけください。ありがとうございました。さあ、ということで今日は PR がたくさんあったんですが、どうぞどうぞ皆さんエンディングということで、今日はね本当たくさんの PR で、まあ、実はもう秩父って本当いろんなイベントが行われますが、はい、そして秩父のお酒ね、金子さんもまたこの車両基地酒場でたくさん飲みたいですね。飲みたいんですけど仕事で飲めないんですいつも。もう残念ですよね。ね、でもこのぴったりな秩父のお酒にぴったりのね、はい、お料理だったりデザートも募集してますので、ぜひ皆さんでお出かけいただければと思いますし、ご応募もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の番組面白かったなという方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それではまた来週元気にお送りしますので、また来週お待ちください。バイバーイ。